橋本です。よろしくお願いします。えっと、それではね、あの、今日現在の石屋の最新情報、えー、少しだけ触れておこうと思います。よろしくお願いします。い,いきます。えー、イラクディナールの新為替レートがついに発表。ね。IRS が税金申告の延期を指示。ね。出ました。 いきますえー、イラクディナールが動いたかもしれないと、ねえー、昨日ついにイラクディナールの新レート1ドル1300ディナールと修正する決定を承認したうんすごいよこれ、うんえー、8月から言っているのですがイラクディナールが放出されると 本日ディナールレートが発表された、えー。閣僚理事会はイラク中央銀行理事会により1ドル1300ディナール相当の対ドル為替レート変更決定を承認したと。うんえー、と昨日からイラク国内で、えー、様々な動きと情報が見られる。 えー、もちろん不正確な情報も多数混在。故、えー、に状況が固定化されるまでは、うん、えー、不用意な情報発信はしないと考えていると。現時点で事実と言えるのは、イラク中央銀行側からイラク政府へ向けて、 IQD 為替レート変更に関する手続きが行われたただし具体的な内容が不明、うん、イラク国内市場で IQD 為替変動が起きている過去 IQD の価値が徐々に上がり始めているとのことうん これを踏まえた上えで、イラク・ディナールの為替レート変更に関する手続きが事実上、RV へ一気に進みそうな雰囲気と、ジュディーノートの昨日の内容からすると、中国の長老から資金の一部が放出されて、ティアでの資金処理が開始できるようになったとある。うん まあ、どうかねこれね、うんまあ。いろいろずっと書かれてるけど、まあ、これぐらいでいいんじゃないかな。うんえー、イラク・ディナールのレート発表,が発表がドルを処分しようとパニック売りになっているかもと、うん。これもちょっとすごいね。 に食っちゃうんだ、ねうん、次えっとさらっといくんだけど4つの地域がデフコンが3に戻った3要するに緩,緩くなったってことねえー、4地域だってさうん何だろうねえー、実際にデフコン2 発表しても全ての軍には伝えられていないとあった。これ自体が偽旗だったのかもしれないと。うん、本当か嘘か、ここら辺はね。えー、それから次。えー、IRS が税金申告の延期を指示した。うん。これアメリカの話。 えー、IRS は何百万人ものアメリカ人に税金の申告を延期するよう指示する。うん。これちょっと読むよ。えー、IRS っていうのは、要は国税庁のことで日本で言う国税庁。うん、昨年税金還付を発行したカリフォルニア州、コロラド州、その他の州の 何百万人もの納税者に税金の申告を延期するよう求める。うん。理由、代理店はこれらの税金還付と特別還付が課税所得とみなされるかどうかを明確にしようとしていると述べた。来週できるだけ多くの州と納税者にさらなる 明確性を提供すると予想している。と IRS は金曜日に述べた。難しい日本語を使うね。うん。えっ、ー、と、すでにアメリカの下院議員では IRS 廃止の投票に賛成多数で可決している。だよ、これ。うん、これは決まってることだよ。 うん、まあ、えー、情報が100%正しいかどうかは、ね、今の段階では言えないと。ね。でもうちょっと時間があるから行きますよと。うん。これね、ちょっとどうかな。戒厳令発動で EBS も配備済み。Tier 4B。<coughs> ティア すでに「新アメリカ金持ちが出てきたぞ」と。<laughs> うんえー、EBS と UBI に関するネガティブプロパガンダが問題になっていたがここで重要情報から EBS に関する重要情報を ということらしいよ。いくよ。ジュディノート。ね。うん、2月3日分。で、見ていくと、戒厳令が発動され、緊急警報システムが必要に応じて配備された。と書かれていると。うん、難しいね。何,何言ってんだかさっぱりわかんないね。うん 次、イタリアで大規模通信障害発生。うん、<coughs> これはちょっと現実的だね。えー、イーロン・マスクがイタリアでスターリンク開始したと伝えた。これね、イーロンのツイッターに書いたんだよな。うん。 さあ、これは本当かどうか。えー、これは、この通信障害は、イタリアでスターリンク切り替えの関係で、大規模通信障害になっていたかもしれないうん。ね。さあ、これはどうなることやら。うん。はい。 えといろんなのがね、またね、錯綜しているね、作装うんうんはい、えっ、ー、と,とりあえずね、まあ、この辺かな、まあ、あまり動き変わんないよ、うん、大して変わんない、うんまああの。本物の情報が話半分、ねえー、偽物の情報があふ、えー、れかえってるという中で、私たちは、 ううしていいるということですまああの敵を欺くためにはまず味方からと言うからね、うん、今もう世界は戦争状態だから、うん、まあこの辺の話はまあエ,ンタエ,ンタエンタメとしてねあの楽しみながら聞いてそして少しずつ変わっていくのを楽しみにしましょうよろしくお願いします。